今帰ってきました。1月22日の6時39分ぐらいです。今日は帰ってきたら、いや出かける前だな。3日ぐらい前にね、頼んだ干し芋がね届いたんで、これからね開封したいと思います。県産の紅はるかっていうね品種の、干し芋で、なんかね農家さんなのかわかんないんですけど、手作りで出来たてだっていうことなんで楽しみですね。の手長がついてたビニール剥がすとこんな感じで、紙封筒とガムテープでねくっつけてあるんで、これもね開けてきます。こんな感じ、ね、取り出したんですけどね、じゃーん、おー美味しそう。なんか白い粉とかがあんまり吹いてなくて、逆になんか柔らかくみずみずしい感じですね。でこれ 500g らしいんですよ。でね1200円で送料込みかな。だからまあね、スーパーで買ったりするのよりは正直ねちょっと高いかもわからない。でもやっぱりちょっと手作りでね、出来たてっていうのの欲しいものを食べてみたかったんで、ちょっとね今回はね奮発して買ってみました。お味はねちょっとまた後にしようかな。今ねまだ手洗ってないんだよね。今日出先でね、なんか試供品のね、ハンドクリームとかいろいろ塗ってたんですけど、ちょっと今手洗ってね、落としてきたんで、ちょっと一個ね、試食してみようと思います。なんかね、結構ね、こんな、ちょっとね、食べ物をこんなことするのもあれだけど、結構ね、なんかずっしりしてね、硬くね、なってんだよね。もしかしたら、温めた方が美味しいのかな。とりあえず、常温で一つ、ちっちゃいのをいただいてみようかな。取れるかな。手前の、よいしょ。はい。こんな感じです。まあ色もね、すごい黄色ってわけでもないし、すごい茶色っていうわけでもなく、まあなんか薄い色のかんぴょうぐらいの茶色ですね。はい、じゃあ早速ね、いただきます。映ってる？はい、こんな感じです。で、いただきます。うん。うん。あ、歯医者行ってきたから痛い。うん。うん、極甘って感じではないですけど、噛み締めると甘いですね。今ね、言ってなかったんですけど、今日歯医者行ってきたんですよ。まじ虫歯かもしれないと思って、先生にね、見てもらったら、今日いつものとこじゃなくて、初心のね、歯医者さんに行ってね、それ説明したんですけど、なんかね、虫歯とかでもなくね、詰め物が取れたわけでもないんですけど、まあなんか、その詰め物の、なんだろう、ズレとかでちょっと痛みが出てるみたいで、クリーニングしてもらったんですよ。で、クリーニングした後だから歯が浮いてるような感じで、いろんな刺激が痛くて、まだ。今それで忘れて欲しいも噛んだら痛かった。うん。なんだろう。思ってたほど柔らかいかって言われると、ベチャベチャしてるような柔らかさではないけど、噛み締めると美味しい。うん。かもしれない。ちょっと筋張ってて、なかなか、うん、噛み応えがありますね。まあ正直ね、欲しいもって高いじゃないですか。だからこれで1200円って言われると、自分のね、金銭感覚であんまり欲しいも普段買ってない人からするとどうしても高いなって思っちゃうんですよ。でももともとね、欲しいもっていうのは高いものだからね、手間もかかってて。うん。味わってね、食べようと思います。